北桜秀都市、北桜秀都市、北桜秀都市、1971年12月15日体は、広島市朝北区出身で北の海部屋所属の元、大相撲力士。本名は、向秀都市。身長189センチメートル、体重177キログラム、得意技は、右四つ、より。最高位は、西前頭九枚目、2001年7月場所。 愛称は、熱い男北沢倉。血液型は、A 型。現在は年寄り、四季森周五郎、通称、四季秀を襲名して四季秀部屋師匠として、後進の指導に当たっている。弟は、道の区部屋の元幕内力士の豊桜で、父は、元三段目力士の豊桜。実家は、広島市や佐田区で、ちゃんこ店、住利北郎を経営している。 九百八十七年三月場所で初土俵を踏み、昇進の恵まれた体格で入門当初から将来を職望されていた。九百九十一年一月場所には幕下に昇進したが強引に組む力任せの相撲が多かったために、長らく幕下注意で命した。九百九十七年十一月場所に西幕下六十枚目で七戦全勝優勝を果たすと、 その勢いで勝ち越しを続け1998年7月場所で重量に昇進した。しかし、新重量の場所は5月場所の7番相撲で怪我をしたため交渉休場。翌9月場所には弟、豊桜も重量に昇進したため、事実上の兄弟同時関取りを果たした。北桜、北の海部屋、豊桜、竜田川道の区部屋の兄弟同時関取りは、 別々の部屋に入門した兄弟が同時に関取りとして番付に乗った初めての事例となった以降は重量と幕下を往復する状況が続いていたが2001年1月場所に5度目の最重量を果たすとそれまでの右四つ以外にも積極的に前に出る相撲を取るようになり重量に定着し同年7月場所には新入幕を果たした2004年9月場所には 兄弟同時での幕内在位を果たした。2005年11月場所では西十両2枚目で8勝7敗と、勝ち越し、弟、豊桜も西十両筆頭で10勝5敗と勝ち越し、2006年1月場所において北桜は2004年9月場所以来、8場所ぶりとなる再入幕、豊桜は2場所ぶりとなる再入幕を果たし、兄弟同時に、 幕内への昇進を果たすという史上初の快挙を成し遂げた。その1月場所では、東前頭17枚目で一時は、優勝争いにも絡み、9勝6敗と勝ち越した。同年、9月場所に重量に陥落したが、弟の豊桜と共に2桁勝利を記録し、翌、11月場所に幕内復帰を果たした。その場所では4勝11敗と大敗し、4勝のうち1勝は、 曲集山の引退による不戦勝一場所で再び重量へ陥落した。また2006年3月場所10日目の対抗憲政戦では勝ち名乗りの後から支度部屋に戻るまでに観客とハイタッチを交わしたり、子供との写真撮影に応じるなど、サービス精神も旺盛なところも見せた。同、3月場所では勝敗にかかわらず連日花道の観客とハイタッチを交わし、 たとえ破れた時でも、明日は、勝つぞ、北桜。と、観客から声援を受ける姿が見られた。当時相撲界が苦境に立たされていたこともあって、特に子供のファンには、子供の両親を信じて、自らの携帯電話の番号を教え、友達になって相撲をより知ってもらおうと、相撲普及にも不信している。そんな自身を例えて、ディズニーのミッキー、相撲伝同士との言葉もあった。 そして、何よりも、投資を全面に剥き出した年齢を感じさせない相撲で、インタビューでは、自称、永遠の二十四歳として、若々しさをアピールしていた。二千六年五月場所四日目の対バルト戦では、合力で鳴らすバルトに上手を取られたものの昼まず攻める、相撲で白熱した戦いを制し、また平幕同士の対戦にもかかわらず、取り組み後インタビュールームにこれ、熱い言葉を語る様子は、 夜の全国ニュース番組でも報じられた。2009年1月場所14日目、当時バッカヒットの福岡に敗れて4勝10敗となったことで、幕下陥落が決定的になったが、本人は現役続行を発表。3月場所では2003年5月場所以来の幕下となった。この場所では幕下西2枚目で4勝3敗と勝ち越したものの、 幕下上位の高成績者が多く関取復帰はならなかった。西幕下筆頭で迎えた同年、5月場所では4勝3敗と勝ち越し、翌、7月場所において、大塩の39歳5ヶ月に次ぐ戦後2位の年長記録となる37歳5ヶ月での最重量を果たした。その場所では3勝12敗と大きく負け越し、翌、9月場所では再び幕下へ陥落した。 2010年3月場所を目前にした3月9日に現役引退を表明。師匠である北の海が所有する年寄り名跡を借りて、年寄り、小野川を襲名した。断髪式は、同年10月1日に、都内のホテルで行われた。その後は、北の海部屋付き年寄りとして、更新の指導に当たっていたが、2012年に、父親の兄弟子だった大塩こと八代、 四季森修五郎が創設した四季秀部屋を門外の部屋ながらも継承することが決定。八代四季森修五郎が定年、定年退職した翌日の2013年1月4日に九代目四季森修五郎を襲名し、四季秀部屋の師匠となった。その後、公益財団法人認定を申請中の相撲協会は、年寄り名跡の一括管理を決め、12月20日までに、 証書を提出するように親方衆へ通達していたが、前日の19日になっても、仙台式秀との協議が難航した陰で証書が、敷秀本人の手に渡らないという困難が起こった、ものの期限当日の理事会前に、滑り込みで提出したことで騒動には至らなかった。式秀部屋継承後は、陳志庫名、朝稽古の模様をニコニコ生放送で、生中継。 フェイスブックやツイッターを通じて、部屋の広報活動を展開するなど、独自の方法を用いた指導、運営を行っていることで注目を浴びおり、稽古中でも無理をしないで、と声をかけて、やる気を引き出すなど、いわゆる現代っ子にあった指導を行っている。本人はこれについて、ニュースや社会に対する不安から、子供たちは漠然としたプレッシャーを受け続けている。 そんな今の世代の力士たちに、かつての時代と同じように厳しく接するのは、あまりよろしくないのではないかと話しており、普段が力士たちが喜ぶホルモンを出すようにしておけば、病気も怪我も少なくなると、精神衛生にも気を配る方針も口にしている。2015年3月場所より、勝負審判に就任している。制限時間いっぱいの時大量の塩をまく、パフォーマンスで有名である。 そのパフォーマンスが始まったきっかけは、2000年7月場所14日目の対ミト戦線戦で、初対戦時に負けていたため気迫で負けぬようにと対抗して、多くの塩をまいて勝った一番から始めた。翌9月場所限りで引退した、ミト戦は北桜を、ソルトシェーカーの後継に指名、観客に喜ばれる塩巻き法を伝授した。一時は、負けが込んで自粛したこともあった。 また塩をまく前にはゆっくりと大きな深呼吸、塩をまいた後には雲流型のポーズをとって土俵内に入ることも知られいる。土俵上では気合を前面に出し、勝って勝ち名乗りを受けた後ポーズをとった。なお、三つりやバルトとの取り組みでは彼らも北桜に負けじと大量の塩をまいている。しかしこのような塩まきで有名な一方、時間前でも呼吸が合えば立っていく。 積極性を持っていた。特に、重量で、流頬と対戦した際には、2007年1月から3、場所続けて、時間前に立った、すべて、北桜の勝ち。同年3月場所の取り組み後には、奴も武士だなぁと自分の立ち合いに応じてくれた、流頬を称えていた。また2007年5月場所14日目に白の波と、対戦した際にも時間前に立ったが、この時は敗れた。 2008年3月場所九日目の白の波との対戦でも時間前に立って、この時は勝利を収めた。また、勝ち名乗りを受けて土俵を降りる際には、オスのポーズをとっていた。また、惜しい負け方をした際には、悔しさをあらわにしていた。本来、相撲にあっては好ましくないことではあるが、見苦しさがなく、師匠の北の湖からも黙認されていた。 2006年3月場所5日目の NHK 大ズモ中継の番組中、中入りの時間に熱い男が行く。北桜と題した特集が組まれ、北桜の趣味の一つであるビーズ編みをする様子が紹介された。自ら手芸店に赴いてビーズを選び、テグスを使って編んでいく繊細な一面を見せた。きっかけは、お金がなかった時代にゲ夫人にアクセサリーを、 プレゼントするためだったそうで、いわく小さなビーズの穴に手ぐすを通すことで、立ち合いの一瞬にかける集中力が養えるという。2007年2月25日の NHK、おしゃれ工房の特集、ビーズに込める一粒実婚に出演し、自らの四個名にちなんで、桜の花をモチーフにしたビーズの指輪や、携帯ストラップなどの作品を自ら紹介している。二千八年には、 両国国技館の催し物としてビーズ展を開いた。夢はビーズ編みの化粧回しを作ること。2014年5月28日放送分のマツコ吉の怒り神道のコーナー。新三大調査会に新三大北桜の繊細すぎる趣味のタイトルで北桜のビーズ編み3作品が紹介され、北桜本人が作品の解説も行った。ちなみに、 三代を選んだ有識者は妻である。河内や菊水丸、タレント、新聞、新聞、読み、河内温度かもととは、菊水丸がパーソナリティを務める毎日放送、MBS ラジオの、ラジオ番組、さてはとことん菊水丸で対談を行って、以来、信仰が深まった。菊水丸は、北桜の関西地区応援団長を務めている。 2018年9月場所9日目、NHK アナウンサーの坂井義彦に右4つで相手に紙手を取らせないような立ち合いを放送席で実演するが、肝心の組手が視聴者には見えず、このことは約三つるの4コマ漫画でネタにされた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。